皆さんこんにちは。今日はね、これからどこへ行くかというと、トヨタのディーラーに行きます。このハイエースですね、去年一昨年の3月に納車されて、なんともう1年半ですよ。で、今日は、18ヶ月目の定期点検の日ですね。なのでこれからディーラーに行きます。で、今日あいにくの天気でして、まあ今ちょっと止んだんですけど、さっきから結構雨降ってて、もうこれ台風10号のまあ影響なんですけどね。結構長いこと台風が居座ってね、各地でえらい雨降らしてますよね。で、以前デジタルインナーミラーの話したと思うんですけど、ご覧の通り雨がかかって全然見えてないですよね。これカメラに映ってますかね。これだから雨が強く降ったり、あと夜もなんですけど、デジタルインナーミラー使えないんですよね。だからやっぱりこの普通の鏡のミラーもね、鏡のミラーって言い方もおかしいですけど、両方ないとダメですね、やっぱりね。だからこのデジタルインナーミラーは後ろにね、荷物いっぱい積んでる時は、まあ、当然これがないと後ろ見れなくなっちゃうんで、まあ便利ではあるんですけど、まあ、天候によっては使えないっていうこともですね、まあ、あらかじめ分かった上でつけた方がいいですよね。結構なこれ金額するんで。で、点検なんですけど、まあ、自分の場合メンテナンスパッケージに入ってて、まあ、車検までの点検整備ですね、あと油脂類の交換、とあと消耗品、ワイパーブレードとかの消耗品の交換はもうすでに、まあどっちかっていうと先払いしてるんで、まあ今日は18ヶ月点検で、まあ、オイル交換のみですけど、まあ、あと点検内容ちょっと細かいところはちょっとよく知らないんですけど、まあ、そんな大した、作業にはならないんで、多分1時間以内には終わると思います。で、いつも洗車してもらうんですけどね、ディーラーで。今日はこんな天気なんでね、まあちょっと洗車するっつってもあんまり意味がなくなっちゃいそうですけど、で、まあ1年半で、だいたい1万キロ走ったんですけど、まあ自分週末ドライバーなんでね、まあそんな乗る方じゃないんですけど、1万キロってどうですかね。まあ少ない方でしょうね。だからディーゼルでね、この程度の距離しか乗らないと、まあもったいないっちゃもったいないかもしれないですけど、やっぱ動力性能とか燃費とかあるんでね、まあ自分はディーゼルをチョイスしたんですけど、でもちろん不具合とかね、特に気になるところって全然ないですよ。そうそう壊れたりはしないとは思うんですけどね。ただ1万キロ乗ってアドブルーですね、これがだいぶ減ってきたんで、まあこれどういうタイミングで足すかどうかってちょっとそろそろ考えなきゃいけないんですけどね。これアドブルーってただメンテナンスプログラムの中には入ってなかったと思うんで、足す場合は多分自分で購入して入れることになるんじゃないですかね。まあちょっとその辺も今日聞いておこうかなっていう気はするんですけどね。ちょっとアドブルーどれぐらいの容量入るのかちょっと忘れちゃったんで、ちょっとそろそろ確認しといた方がいいかなっていう気はしますね、自分でもね。じゃあとりあえずディーラーに持ってって、ディーラーで何か分かったことがあったらね、また点検後に帰り道でも、お話ししようと思います。じゃあちょっと一旦
車屋さんに持ってきますんで、はい、また後で。はい、ということで点検終わりました。まあ特に何も悪いところもなかったですね。まあとりあえずオイル交換して、まあ、空気圧ちょっと足しときましたぐらいの話ですね。でやっと雨上がったんですけど、あの相変わらずこれデジタルインナーミラー見えてないですね。これ水がかかっちゃってダメですね。でまあ、あのオイル交換ね、するといつも次の交換の目安っていうのがあの書いてあるんですけど、それ見たらあの半年後または5000キロ走行後って書いてありますね。それがトヨタの、まあ、ディーラーの推奨みたいですけどね。5000キロ、うん、どうなんですかね。ちょっとそういうのはね、交換時期とか諸説あって何が本当なのかってちょっと分かんないですけど、まあとりあえずメンテナンスパッケージに入ってるんで半年ごとにはまあ走っても走んなくても交換することにはなるんですけど、今んとこはね。でまあ次の点検は来年3月ですよね、半年後で。でなんともうその時車検ですわ。2年経って早いもんですよね。だからディーラーの営業マンが、あ、もう車検ですよ、買い替えですかとかつって冗談で言ってるんですけど、買い替えるわけないでしょって話ですよね。もうこれ下手すりゃ免許返納まで乗りますからね自分。まあそのためのハイエースね、耐久性に優れるっていうことなんでね。でリセールバリューも多分そんなに落ちないっていうことでねチョイスしましたんで、まあ、早々は手放さないですねこれは。でモデルチェンジがあったとしてもこういうまた同じキャブオーバータイプで出る保証もないですからね。だからこのハイエースって本当2004年の現在のやつは設計でね、もう20年近く作ってるモデルなんで、これどうなるのかちょっと分かんないですよね。トヨタはどういう風に考えてるのか分かんないですけど、まあいろいろ難しいですよねこの車はね。だとりあえずずっとキープですねこれで。まあちょっとメカニックの人にアドブルーのこと聞いたんですけど、まあアドブルーはあのさっきも言ったようにメンテナンスパッケージの中入ってないんで、まあ自分であの買って足してもいいし、ディーラーにもあるんで、まあ言ってくれれば足しますよみたいな話で。で以前アドブルーってなんか品薄になってね、あんまり手に入らないことあったんですけど、コロナの頃だったっけな、まあ、今は全然そんなこともないので、まあ、適当なところでオートバックスとかね、そういうところで買って、まあ、自分で足せばいいと思うんですけどね。あとこのハイエースってね、ブレーキとかタイヤとかね、うん、乗用車より長持ちするんですかね。なんかタイヤとか全然減った感じしないですけどね。まあでも1万キロしかまだ走ってないんで、まあ、想像減るとかそういう話でもないんですけどね。まあタイヤとかブレーキはね、まあスポーツタイプの車みたいなハイグリップタイヤのねガチガチに効くブレーキとかね、そんなんじゃないと思うんで、まあ、かなり持ちはいいと思ってるんですけどね、うん、ちょっとただ自分もハイエース初心者なんでね、その辺はどれぐらい持つのかちょっと分かんないですけど、まあ、でも全然減る感じではないですよね、1万キロぐらいじゃ。じゃあそういうことでね、今日は、このハイエースの、納入後18ヶ月目の点検をしたというお話でした。はい、それではまた。じゃあね、やっと晴れてきた。